これもまだ入ってないんです実は。そうですか。はい。あ、でも気持ちいい。ダメな刺激じゃない。はい。気持ちいいです。すごい気持ちいいです。これ泣いて喜びますよみたいな言うじゃないですか。はい。あれに近いんじゃないですか、あれ。ここ、うっとりする気持ちよさが。はい。本気度が違いますから。うん、そう。やっぱ人間本気見たいんですよ。人間じゃないか。私はだな。はい。私、でも世の中の人は本気見たくない人多いと思います。なんかその本気出すのがかっこ悪いみたいなのありますからね。そういう風潮もあるし。はい。なんかすごい私はそういう真髄のところを見たい人なんですけど、はい、なんでそんなこと言うのとか、はい、そんなの知りたくなかったっていうような感じで、はい、なんかこう綺麗な部分だけ見ていたいみたいな人多いんですよね。でも俺はあれですよ、本気は出すけども、うん、俺も結構その、うん、水面を優雅に泳いでバタ足見せたくないタイプの人間。仕事とかに関してはそういう部分は分かるんですけど、はい、私はだからその人のコンセプトとかが、はい、伝わってくるような感じ好きなんですけど、はい、あんまりそういうの求めてない人多いなって話ですね。そうですね、多いですね。うん、そう、なんかマニュアルの推しで十分だよみたいな。はい、ですね。だから、お客さんでよく聞くのが、その普通でいいよっていう、はい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 、その普通は、はい、何をもって普通なんだろうと。わかんないですよね。だって世の中の普通が別にその人に体に合ってるわけじゃないのに、なんか普通にやることばっかりにこだわりすぎて、自分の体に合わなくてもいいのかなとは思いますよね。はいはいはい。そんなのにお金を払っちゃってもったいないと思わないのかなとか、なんかなんでそんなにこう普通を求めるんだろうっていうのがありますね。日本人は無難を求めますよね。でもあ、ちょっとそこきつい、はい、すいません、はい、右の方がなんかきつく感じますね。あ、そうですか、うん、痛い、はい、痛いっていうか、なんだろう、すごい硬いところだから入っていかない感じがあって、はい、ちょっと苦しいというかきついというか。あ、はい、右の方硬いですか。硬いと思います。あ、やっぱなんか右つらいですね。押されるまで思わなかったけど、はい、あとすごいマニアックなところ、うんうんうん、こんな感じですね。あ、でも悪くない。悪くないですか。悪くないです。効いてんだろうなって感じがする、はい、自分が思う肩こりの人の最高ポイントです。最高ポイントなんだ。あとは、はい、まあ、首から背中にかけて、うん、ちょっとこう、あ、今それがもう気持ちよかったな。こっちですか？ああ、なんかこう、いや、肩を押さえられたのが気持ち、そうなんかこれちょっと伸ばされる感じが気持ちよかった。あ、痛い痛い。これもまだ入ってないんです実は。そうですか、はい、じゃあ入れてみてください。はい。あ、でも気持ちいい。はい、面白い。これもカットですよ。え、なんでなんで。と一緒で、はいはいはい、初めは痛いけども、はい、ガンガン奥に入れられれば。あ、わかる。え、気持ちいいですよ。はい、うん、やっぱりその、いや、めっちゃ気持ちいいです。ダメな刺激じゃないんで。ダメな刺激じゃない、はい、気持ちいいです。すごい気持ちいいです。はい、はい、あ、いいですね。で、いかにこう、あ、痛い。いかにこう圧を安定させるかですね。あ、これがやっぱりこう 手がこう、あ、なったらね、ダメな、気持ち悪いですよね。うん、あとはそのピタッと止められないで、こう押し込んだ状態からちょっとこう動いちゃうような圧が抜けたり入ったりみたいな。あ、それ気持ち悪い。はい、やっぱ固定が入ったり嫌だな。固定が重要ですね。はい、はい、そうですね。そうですね。でもめっちゃ気持ちいいですよ。はい、さっきのいいな。なんか、はい、前にこれ泣いて喜びますよみたいな言ってたじゃないですか。はい、あれに近いんじゃないですか、あれ。ここ、うっとりする気持ちよさが。そうですね、その、はい、奥まで響いて、うん、そう、気持ちいい、はい、力が抜けるような、うん、今もなんかこう手首のあたりがじわっとしびれるような感じがあって、はい、で、聞くと気持ちよくなさそうだけど気持ちいいです。はい、気持ちいい。
いやこれはでもどうなんだろう、あ、まあ、好みもあるでしょうけど完全に分かれますね。ね、でも私は好き、はい、あれですよね、癖のある食べ物とかと一緒ですよね。そうですね、なんかまずうまみたいな、はい、苦うまみたいな、納豆みたいなそうですね、パクチーとかセロリとかみたいな、はい、私割と癖のある野菜とか好きなんですよ。俺ダメなんですよ。あ、そうなんだ、意外に、はい、セロリダメですね。セロリ嫌い、みょうがダメですね。あ、そういえば食べ物を、はい、普通に美味しいものが好きなんですよね。そうなんです、普通な王道はそこが普通なんですよね。あの割とその好きな食べ物がその王道中の王道みたいな、うん、分かる、なんか柔らかくて甘いものですよね。そうですね、あとはもう肉とか肉とか寿司とかうなぎとか、うなぎうまいね。割とそのみんなが好きなものが好きですね。ハンバーグとかカレー、ハンバーグもそうですね、カレーもそうだし、うん、ただカレーなんかで行くとその日本カレーは嫌いで、うん、本当にこうインドとか、あの私ナンがものすごい好きなんですけど、はい、ナン美味しいですよね。美味しいですね、俺ね、あれやっぱパンが好きなんで、はい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 、ナンも好きですね。ねえ、ナンいいですよね。パンも私焼きたてのパンとか大好き、はい、俺パン焼きますよ自分で。あ、すごい、こねて、すごい。私もホームベーカリーあるんですけど、はい、全然使ってないですねめんどくさくなっちゃって、うちの実家ピザ窯があるんで。あら、すごい、はい、いいですね。ピザ窯をうちの父親がなんか買ってきて、外に作ったんですよ。かっこいい、すごい。なのでそのピザ窯でパンを焼いたりできます、ね、あら、いいこと、美味しそうですね。田舎ならではのですね、美味しそう、はい、いいな。やっぱり違いますよ、ね、美味しさが。それよりさっき驚いたんですけど、お父さん校長先生なんですね、はい、そうですね。厳しかったですか？厳しいっていうよりも面倒くさいですね、うん、あ、そうなんだ、はい。めんどくさいくせに俺のことをめんどくさいって言うんですよよくわかんない、なんでなんで、なになに、いや、お前の方がめんどくさいよって思うよでもまあ、じゃあちょっと似てるところがあるってことですかね。多分、うんうん、全く似てないんですよ。あ、そうなんだ、はい、ま、考えとかは全く正反対に近いんですけども、はいはいはい、その性格、うん、考え方が真逆なのに性格が似てるから多分めんどくさいんですよね。だから考えも自分は現実主義なのに、はいはいはい、父親は理想主義だったりして、まあ、教師って結構そうですよね、はい、で性格がやっぱりその短期な部分とか似てたりするので。あ、そっかそっか、合わないんですよね。合わない、はい、全然合わない。水と油だ、はい、あ、お母さんは？母親も教師なんですよ。まあ、そうですよね、職場結婚で割とね、はい、そういう人多いですね。で、母親の方は堅苦しくないですか、俺両方教師って。いや、母親もすごいルーズな感じで、うん、あ、そうなんだ。多分だから結婚したんでしょうね。ああ、なるほどね、はい、全然違うタイプで、はい、じゃあまあお母さんがいるから、はい、そんなにこう、うるさい感じにはならなかったっていう。まあ、あの、うん、相手にしてないっていうのもありますけどね。田野さん、すごい気持ちいいですよ。はいあの、私前より、はい、高得点をつけたいです前1回目に受けた時より、はい、今の方が断然気持ちいいですね。うん、すごい、すごい評価高くなりました。あれはやっぱりその、うん、デモンストレーション用なんで。うーん、はい、いや、私なんか全然これで通じると思うんだけど、ダメなのか。ダメですね。怖がりすぎですね、多分。もしかして、はい、さんの見た目で、はい、あ、強そう怖そうみたいな。いや、実際にその強いとか痛いって言われちゃうんで。はい、聞きながらやりますよ、そりゃ。でもやっぱり聞きながらやっても、そのもうちょっと弱めてくださいと。あとはやっぱりその、あ、じゃあまた指で押さないで、はい、首相とか、はい、なんかもう本当に広く広くで、まあ、それもまた他の問題が出てきて、出てきちゃいますか。あの、場所が狭いんで、あ、首相なんかでもその体重乗りすぎちゃうんですよね。あ、そうなんだ、はい、そっかそっか、難しいですね。難しいんですよ。座れないんで、あと、あ、もう早くあれした方がいいですね。もう別の働き方をした方がいいような